理審査。続いても14名のうち7名が挑戦。全員が演技未経験者。3ヶ月間で基礎の基礎から演技を学んだ。演技マジで緊張するんやけど。頑張ろう。頑張ります。そして今回相手役を演じるのは人気モデルリューチェル。 Let's move to acting judgment。理由何？全然わかんない。一つ聞いてもいい？うん、何？リューチェルってさ、好きな人とかいいの？え、好きな人？え、やだ、どうかな。出た、またはぐらかして。リューチェルのそういう優柔不断なところ、なまら嫌い。何質問してもまずマーネとかどっちでもいいじゃん、とかはっきりしろよって思うけどさ、うん、好きなんだよね、リューチェルのことが好きなんだ。だからさ、リューチェル、私と付き合って。ペコリンいるんだよ、ね、ちょっと彼女いるから、ちょっとプリンセスがいるから。信じらんない、ナマラ嫌い。じゃあね、ナマラ。そっちこっち。何？あー、卒業しちゃったね。ねえ、なんか全然実感なくない？ねえ、てか何なの急に呼び出して。実は好きなんだ、リューチェルのこと、ずっと前から。だからさ、うん、私と付き合ってけろ。ケロ？え、ケロ？あ、ごめん、あのペコリンいるケロ。ペコリン？うん、ペコリンいるケロ。彼女いたんだ。いた。知らなかった。え、どこ行くの？なんかバカみたい。昨日すっごい緊張してさ、何回も練習してさ、うん、幸せになってね。私もリューチェルを超えるいい人見つけて絶対幸せになるから。ちょっと待って。ちょっと面白すぎてセリフ飛んじゃいました。でも最後の泣くところはうまくいったんで。はい、私の勝ち。あー、もう負けちゃった。もう本当にリューチェルって遅いよ ね。私に勝てるところなんてないでしょ。ねえ、なんだよ急に呼び出して。そうなんだ、3年間一緒だったから分かるでしょ。私が、うん、リューチェルを読んだ正解は、うん、何何？ドゥルル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 ワン、うん、あなたのことが好きだから呼びましたでした。え、あ、ちょっと何？ごめん、3年間ずっとそんな感じ私出してたでしょ。そうなんだ。気づいてたでしょ。でもペコリンいるんだ。え、そうだったの？そう、彼女いるの。ちょっと待って。大丈夫？その、うん、ペコリンっていう人と、うん、幸せにね。なんかごめんね。だからって諦めたわけじゃないから。
ちょっとでも諦めて。こっち来て。もう何なの、急に呼び出して。いや別に、まあちょっとね、なんていうか、うん、あのさ、うん、何？リューチェルってモテるじゃん。え、なんよ。あれなの、好きな人とかいるの？え、好きな人？それはどうかな。ふーん、そうなんだ。じゃあさ、私のことどう思う？え、そんな、どう思うって聞かれてもさ。どう思うって聞かれても、それってひどくない？え、今ので大体わかるじゃん。リューチェルって本当女心わかってない。もういい。え、どこ行くの？好き、リューチェルのことが好き。だから付き合って。え、あ、でもペコリンいるんだ。あ、そう、わかった。振られた記念、これぐらいいいでしょ。じゃあね。ちょっと待って、それ絶対漏れてない。なんかごめんね、本当にごめん。全然いいよ。どうしたの、急に呼び出して。そうだよね、私もこういうの初めてだからさ。何から言ってたらいいか分かんなくて。じゃあ、はい、お願いがあります。リューチェル君のことを勝手に、本当に勝手にだけど、好きになってもいいかな。でもごめん、あのね、僕も本当に勝手に、本当に勝手にだけど、ペコリンのこと好きなんだ。嘘、好きになるくらいいいじゃない、バカ。ちょっと臭くなかった？こっちやって。あ、もうごめん、遅れちゃって。ほんまリューチェル歩くの遅いな。ほんと遅いの。まるで可愛いウサギと呪物カメやん。イエイ。どうしたの、急に呼び出して。ほな言うわ。へん、うん、好きです。私リューチェルのこと好きや、むっちゃ好き、ずっと考えてば。こないだなんかついに夢にも出てきてさ、うん、どんだけ好きやねんって自分で突っ込んだぐらい、うん、なあリューチェル、私であかん？あの、ものすごい素敵だけど、ペコリンがいるのだからね、付き合えないんだ。ペコリンって誰なの？初耳なんやけど。あんた私が好きやったことぐらい気づいてたやろ。どんだけ鈍いねん。ほんまのろまなカメ。え？ケツアタック？あの女ケツアタックした。こっちです。こっち、はい。どうしたの、急に呼び出して。なんか変だよ。そのごめんなさい。え、あの、うん、こんなことを私が聞くのはあれかなって思うんですけど、リューチェルは好きな人とかいますか？え、好きな人？なんでどうしたの、もうそんなんわかんない。そうですよね、言えないですよね、うん、何言ってんだろう。やっぱり帰る。戻ってきた。言います。うん、好きです。3年前からずっと好きです。リューチェルのこと好きです。だから私と付き合ってください。ごめんね、1年9ヶ月前からペコリンと付き合ってるの。え、ほんまに？そう、ごめんね、ペコリンのことが好きなんだ。わかりました、諦めます。時間かかると思いますけど諦めます。じゃあ
戻ってきた。最後にいいですか。何バカバカじゃない、おバカ。楽しかったです。ありがとうございます。女子高生ミスコン2015-2016 演技賞はエントリーナンバー14番関東高一ミスコン水木ちゃんです。演技賞はエントリーナンバー14水木ちゃんに決まりました。では水木さんにもちーぽこさんからトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。演技はやったこととかもなくて、正直自分は苦手な方だなと思ってて、だからいっぱい練習したらこの賞が生まれたのですごく嬉しいです。